マイクロソフトピカッセルセンスはマイクロソフトの開発したテーブル型パーソナルコンピュータのためのプラットフォーム複数のユーザーが同時に操作することができマウスやキーボードといった入力機器を使わずに指先でテーブルをなぞることによって操作する従来はマイクロソフトサーフェイスという名称だったが2012年に同じ名称のタブレットが発表されたためピカッセルセンスと解消された テーブル上の物体を認識することが可能。メディアを再生するマイクロソフトサーフェイスのデモンストレーションの様子。マイクロソフトサーフェイスは2007年5月29日に発表された。発表当初の価格はおよそ5000から1万ドルであり、主にホテルレストラン、娯楽施設などが対象である。しかしマイクロソフトは3年から5年のうちに一般消費者にも手が届くようにするとしている。 ピカッセルセンスは本質的には Windows Vista を搭載したパーソナルコンピュータであり上部に30インチのタッチスクリーンを据えたテーブル型の筐体を持つ物体を検知できる5つのカメラがスクリーンの下に据えられているユーザーはスクリーンを指先で触れたりなぞったりすることでコンピュータを操作するまたスクリーン上の物体を認識することもできるハードウェアとしては VGA 出力を搭載したコンピュータと DLP プロジェクター及び各種操作検出用の赤外カメラモジュールで構成され Windows Vista に未来志向のグラフィカルユーザーインターフェースを搭載したものといえるピカッセルセンスは同時に複数の操作に応答することができる例えば絵を描くときに10本の指すべてを使って髪の毛を描くなどということが可能であるまた指の動きだけでなく 白点パターンをグラスや機器の底面に貼り付けることでテーブル上に置かれた物理的な物体も認識することができる。マイクロソフトによると、例えばレストランの客がワイングラスを置いた時に食事に適したワインのメニューを自動的に提供することなどが可能である。また、専用のバーコードを読み取ることができる。マイクロソフトピカッセルセンスのアプリケーションの開発には、 Windows プレゼンテーションファンデーション、または XNA を用いる、Windows Vista のアプリケーションと同じように開発を行えるが、タッチインターフェースについては、ピカッセルセンス開発チームが用意した WPF コントロールを用いる、ありがとうございます。